ベイザー CMs は PHP で開発された国産のウェブサイト向けコンテンツ管理システム。ウェブサイト制作プラットフォームとして最適な国産 CMS をコンセプトに開発が進められておりオープンソースとして無償配布されている。なお、ベイザー CMs の開発はベイザー CMs のユーザーコミュニティであるベイザー CMs ユーザー会によって行われている。 福岡県のフリープログラマである江頭隆二によって開発され、当初はキャッチアップの自社 CMS だったが、2009年12月にオープンソースとしてバージョン1.5.1が公開された。それ以降も順調にバージョンアップを重ね、2021年7月現在の最新バージョンは4.5.0となっている。ベイザーシームズをオープンソースにした経緯については、 江頭氏が参加している福岡市内の IT 系コミュニティで出会った友人よりオープンソースにしたらというアドバイスを受けて考え出したと言われている。2014年4月17日にベイザー CM ズユーザー界の活動をサポートするための NPO 法人ベイサーファウンデーションを設立し、ベイザー CM ズの開発活動が継続できるよう組織されている。 2019年11月より KK フップの新しいバージョンに対応したベーザーシームズの開発を開始している。コードネームはユーシミッツとされ開発における議論内容は公開されていて誰でも閲覧することができる。2016年9月に公開された現行バージョンでウェブサイトにおけるコンテンツ管理へツリー構造の概念を取り入れたアップデートが行われておりマルチデバイス マルチドメインを一つの管理システムより統合的に管理できる仕組みへと変更された。2018年3月に公開された4.10で i18n を導入し国際化に対応した。この対応により言語別テンプレートを準備することで多言語でのサイト公開を行うことが容易になった。2013年12月に公開されたバージョンで KK フッ p の 現行バージョンへの対応が行われており、当バージョンの公開により、わざわざ古いバージョンの KK フップに合わせて開発する必要がなくなった。それまでバージョン1.7として開発されていたが、バージョン1系統のライセンスと管理画面デザインを大幅に変更し、2012年5月にメジャーバージョンを2と改めたものが公開された。なお、KK フップのバージョンは1二系で、前、 バージョンと同じままであった。バージョン2からバージョン3への移行テーマやプラグインについて GitHub でマイグレード用のプログラム、ブキャデンマイグレーターが無償配布されており、シンプルなものであればこのブキャデンマイグレーターで対応が可能である。バージョン1系列は GPLv2 で配布されている。バージョン2系列以降は MIT ライセンスで配布されている。バージョン3.0 8から GitHub と t r a v i を連携利用し継続的にユニットテストを自動実施している。バージョン4.0、7から継続的 Web セキュリティテストサービスであるバディを利用し開発されている。b a z e r c m ズのテーマやテンプレートは PHP で開発され、HTML や CSS に加え簡単な PHP の知識があれば誰でも制作が可能である。 また、ベイザー CM ズの独自関数や、KK フップの関数が利用できるため、それらの知識があれば、より一層自由度の高い開発が可能である。なお、ベイザー CM ズのテーマは、複数のテンプレートファイルから成り立っており、命名規則に従ったフォルダ構造になっている。第1回ベイザー CM ズテーマコンテスト2012年10月に、 開催されたベイザー CM ズで利用できるテーマを募ったコンテスト。グランプリを獲得したテーマ、なだアイコンは、その後のベイザー CM ズに標準で搭載されるようになった。第2回ベイザー CM ズテーマコンテスト2014年3月に開催された2回目のテーマコンテスト。シングルページレイアウトを採用した M シングルがグランプリを受賞した。このテーマは、 バージョン3.02から標準でベイザー CM ズに搭載されるようになった。ベイザー CM ズではデフォルトで入っていない機能をプラグインを利用することで追加することができる。公式サイトでの配布のほか、開発者個人のブログや GitHub などで公開、配布されている。プラグインの制作についてもベイザー CM ズの独自関数や KK フップの関数が 利用でき MVC を用いて開発される。ベッシーはベイザーシームズの公式マスコットキャラクター。金内和子により制作され2013年8月にデビューした。現在では公式サイトやイベント配布用のステッカーなどベイザーシームズに関連する広報物の多くに利用されている。ベイザーマーケットは2014年3月31日に公開された ベイザーシームズ専用のショッピングサイトで、ベイザーシームズ上で動作する、プラグインやテーマの販売が行われている。ありがとうございます。